どうも皆さんこんにちは、チャックバツです。今私は、ロサンゼルス空港の近くにあるエンバシースイーツサウスに来ております。本日はですね、このエンバシースイーツね、今チェックアウトしたところで、これから ANA に乗って、成田空港を経由してクアラルンプールに行きます。で、今回ですね、ロサンゼルスから成田空港にね、ANA で行くわけなんですけども、今回はですね、エコノミークラスの最安運賃を抑えております。まあもちろんこちら経由でね、抑えさせていただいて、ロサンゼルスから成田経由のクアラルンプール行きなんですけども、一番安いね価格運賃を、設定している価格を購入してるんですよね。ですんでね、ちょっと値段忘れちゃったんですけども、確か10万円ぐらいだったと思うんですよね。まあ非常に安いと。でこのクラスを予約してしまうとですね、アップグレードポイントであったりね、そういったものでアップグレードすることができないんですよね。ですんでビジネスだったりプレイコだったりね、そういうのに上げることができないんですけども、私 ANA のねダイヤモンドステータスを保有しておりますよね。 ANA のダイヤを持ってるとですね、2倍のアップグレードポイントを使うことによって、このねエコノミークラス価格重視運賃か一番安いやつでもですね、アップグレードねすることができるんですよね。ということですので、今回ねこれを使いまして ANA のねビジネスクラスねアップグレード申請しておりますので、これね申請は電話でしていただいて、結果はね現地のチェックインカウンターでね結果を聞くみたいな、そんな感じなんですよね。ですのでまだねどうなるか分かっておりませんけども、ひとまずそれでね利用できたらなと思っております。ということで今ね今日ね寝坊してしまって急いで空港行きたいんですけども、シャトルバスが10時15分、今ね10時2分ぐらいなんですけども、こちらが10時15分でね、今ウーバーをね急いでるんで頼もうとしたらですね、ウーバーも同じぐらいの時間がかかってしまうということですんで、もうしょうがないんでね、このシャトルバス出発をね待ちたいと思います。まあ歩いてもねもっとかかりますんで、もう他に手はないということで、ちょっと急いでるんですけども、このシャトルバスの出発を待ってですね空港の方行きたいと思います。いやーやってしまいましたね。私ね寝坊するとかね、海外でゆっくり寝れるとかね、まあまあないんですけども、はい、めちゃくちゃ寝ましたね。昨日もシャトルバスが動くようなんで、 Thank you. What's your line going? Terminal B. Okay. Okay. Thank you. ということで今ねスーツケースを預けました。あ、もう乗っていいのかな、乗って待ってましょうか。よいしょ。はい、ということで乗っていきましょう。よいしょ。まあ言っちゃうとねかなり近いんですよね。よいしょ、はい、乗車しました。まあこのバス出るのね15分なんで、まだ10時5分なんで、あとね、10分ぐらいあるかなと思うんですけども、ちょっとね待って出発していきたいなと思います。まあもう準備もできてるんで行ってチェックインするだけなんで、多分さすがに大丈夫だと思います。2時間半後ぐらいにはねチェックイン3時間前のね2時間半ぐらい前にはね到着になれると思うんで、多分大丈夫だと思いますけども、こんなことで私めったにないんで結構ビビってます。ということでちょっとこれに揺られてね行きたいと思います。いやこのね価格重要視運賃で2倍のアップグレードポイントでビジネスにアップグレードできる、これ本当にめちゃくちゃいいですね。やっぱ今燃油サーチャージが上がってる関係もあるんで、航空券って高いんですよね。はい、ですんでアップグレード対象運賃で買うとね、それもまた高いんですよね。はい、でなんで今回ねクアラルンプール行きにしたかというと、もともとねこの航空券を抑えてたところはまだね帰国時の PCR 検査が必要だったんですよね。ですのでアメリカで PCR 検査受けるの嫌だなと思って陽性になったらすげえお金かかるの嫌だなと思って、まあもちろん保険は入ってるんですけどね。でまだヒルトンのねダイヤモンド修行も終わってないんで、どうしようかなと思ってたところですね、あそうだと、クアラルンプールホテル安いじゃんということで、最後ねクアラルンプール数日滞在していこうみたいなね感じで決めて、この、ロサンゼルスから、東京経由のクアラルンプール行きにしたっていう感じですね。はい、ということで、まあ、このあとはね、クアラルンプールでヒルトンダイヤモンド修行のね続きをいたしますんで、まあ、こちらもね楽しんでいただければなと思うわけなんですけども、はい、あと10分ぐらいバス動くまで待ちたいと思います。はい、ということで空港到着しました。渋滞がちょっとしてて
急いでます一応ターミナルのそばまで来てくれたんですけど、目の前はね車が二重駐車ばっかりしてて全然動かないみたいな。あ、到着到着。はい、こんな感じですね。チェックインしていきたいと思います。あ、目の前が ANA だった、よかった。はあ、まあ、ここまで来れば大丈夫でしょう。はい、では私はファーストクラス ANA で行きましょう。こちらですね。はい、行きたいと思います。では無事チェックインさせていただきました。2倍のアップグレードポイントでビジネスクラスアップグレード成功です。よかった。はい、この動画を撮りたいがために来たって言っても過言ではないですね。はい、ということでもうしばらく手続きね変わるみたいなのでやっていただきたいと思います。ということで無事チェックインさせていただきました。はい、ビジネスクラスです、ありがとうございます。ということでアップグレードポイント2倍ポイントを使いまして、今回20ポイントを使用して、エコノミークラスの、価格重視の運賃から、ビジネスクラスにアップグレードさせていただきました。多分ここも多分50万ぐらいする路線なんで、めちゃめちゃいい単価で使えたのではないでしょうか。ということで早速チェックインして手荷物検査を取って受けたいと思います。やりました。なんだここはワンちゃんで手荷物検査ですね。はい、前の人がカメラを持ってて、カメラって撮ってんの OK だって聞いてたんで、はい、回しておりますが、こんな感じで手荷物をワンちゃんでチェックしてます。 Yes。 いや、すごいです。ではセキュリティチェック等々を終え、制限エリアに入りました。ゲートは154番、ちょっとゲートを見てから行きたいと思います。いや、普通にやってますね。はい、人もめちゃくちゃ多いです。この空港にはですねアメックスプラチナのセンチリオンラウンジがあるはずなんですけど、なんか閉鎖してるみたいな話も聞いたんで、ちょっと探したいと思います。とりあえずゲートチェックしておきましょう。この先にありそうですね。154番搭乗口、結構遠いですね。この奥ですね、153から159。はい、あるかな。あ、155になったぞ。154がない、幻のゲートなのかな。 ありましたね、確認できました。右側の奥に154番ゲートですね。ということで行きましょう。センチリオンラウンジですね。エアラインラウンジの近くにあるのかな。ちょっと場所ね調べてこなかったんですよね。まあ、あるのは間違いないんですけど、でも閉鎖してる可能性も結構あります。ちょっと前に外国のブロガーの方が確か記事上げてたと思うんですよね。代替になってた気がしますね、他の航空会社のラウンジに。まあ、ちょっとそれも含めて見に行きたいと思います。あとね1時間半ぐらいかな。そうですね、1時間ちょっとありますんで、まあちょっとラウンジ見ることぐらいはねできると思います。まあ、あのお昼のフライトなんでね、食事もがっつり出ると思うんで、飲み物ぐらいにしておきたいなっていうところですね。では行きましょう。では2階エリアにやってまいりました。エスカレーターに上がってね2階のエリアに来て、ちょっとセンチリオンラウンジが見当たらないな。どこにあるんだろう。いや、あのやってないと思うんですけど、案内表示が見たいですね。今どこで代替になってんのか。ここは何のラウンジだ。あ、ここはスタイランスゴールドのラウンジだ。ハロー。ということで入ってまいりました。こちらスタイランスのラウンジですね。どこにしようかな。ちょっと適当に座れる場所に荷物を置いて。それでは残念なお知らせです。アメックスのセンチリオンラウンジはこのターミナルにはないそうです。なんかそんな予想もちょっとしてたんですけど、はい、このターミナル B にはないみたいですね。セキュリティゲートの外だったらあるよみたいな。
他のターミナルね、はい、だったらあるよみたいな感じで今教えていただきました。ということでここでね出発までゆっくりしたいと思います。まあ1時間ぐらいですかね。はい、まあ朝ごはんも食べてないんで、まあでも食事出ると思うんでね、まあ、軽く食べるとしても、はい、ひとまずちょっとラウンジの食べ物等々見ていきたいと思います。こちらは飲み物ですね。お、スパークリングワインっぽいのもありますね。はい、ワインとでリキュール系もあります。でもウイスキーはなさそうだな。あ、ウイスキーありますね。これがウイスキーでもジャックダニエルとかはなさそうですね。でソフトドリンクとビール。あー、ビールもすごい、めちゃめちゃ種類ありますね。こんなにあるんだ。コロナから見たことないのもありますね。てか見たことないのばっかりですねすごい。あとバーカウンターもあるんですよね。カクテルとかも、まあお金を払えばっていうところでしょうか。で飲み物はこちらにソフトドリンクのアップル、オレンジ、あとクランベリーありますね。こちらにマフィン、あとこちらに紅茶です。あとコーヒーマシンが奥にありますね。こちらにフルーツ、ゆで卵、マフィン、オレンジにスクランブルエッグは売り切れですね。あとベーコンとアップル、あとフルーツと、これは何なんですか、ケールですかね。はい、あ、で飲み物はこっちにもある感じですね。食べ物はこっちにしかなさそうですね。うん、あら、辛辛麺のカップラーメンがあります。ですごい並んでますね。何なんだろう。あ、ヌードルバーですね。自分で作っていくスタイルのヌードルバーですね。こんな感じでですね、あの空港なんかね、見渡せる席もあるみたいですね。はい、今ちょっと伝言掲示板の前に来ました。アシアナユナイテッドターキッシュエア、ちょっと読めないな、パリ行きが出てます。マレーシア、ラタム、 SS アビアンカ、シンガポールということで、私の飛行機はこれですね。はい、ユナイテッドとのコードシェアが組まれております。あ、タイ航空とも組んでですね。はい、っていう感じになります。それではですね、なんと外のねバルコニー席みたいなのもあるんですね。いや、これはいいですね。はい、人も全然いないですし、こっちにしましょうかね。あ、そよ風が吹いて気持ちいいです。ではちょっとソファーが濡れてるかもしれないんで、濡れてないところにちょっと座りたいと思います。いや、いいですね。かなり広いです。それではヌードルバーにやってまいりました。こんな感じでライスヌードルと、これなんて読むんだろう、ちょっと読み方がわかんないですけど、あります。これ自分で取っていく感じですね。でここで具を入れます。好きなもの入れて、もやしとかを、この辛いやつもありますね。何入れようかな。もやし入れていきましょうか。でスープを自分で選ぶ感じで、そういろんな、私はチキンでいいかな。はい、これで彩りの悪いヌードルが完成です。それではいただいてまいりました。はい、ヌードルですね。はい、いただきたいと思います。はい、一緒にスパークリングワインですね。うまいですね。うん、ということでいただきます。どんなチキンヌードルなのかっていうのと、やはりね、もやしは生もやしです。いただきます。あ、本当にチキン、日本のチキンヌードルスープと同じような味わいですけど、ちょっと薄いですね。うん、ちょっと薄い感じですね。うん、醤油を足してもいいかもしれないです。確か醤油ね、置いてあったと思いますね。はい、でも美味しい。食事はね、ひとまずこれだけにして、多分すぐ機内食始まると思うんでね、はい、あんまり食べないようにして搭乗を迎えたいなと思います。あと30-40分ぐらいですかね、ゆっくりして搭乗を迎えましょう。ということで搭乗時刻になりました。搭乗していきたいと思います。ちょっとお手洗いに寄ってからね、行きたいと思います。ランチのトイレがね、いつまで経ってもあのクリーニング中でね、閉鎖されておりましたので、トイレ行っていきたいと思います。はい、
こんな感じになっております。いやめちゃめちゃ人いますね。はい、すごい。ということで154番ゲートはあっちですね。いやすごいですね。さすがロスの空港、めちゃめちゃ栄えております。人もすごいですね。いやアメックスセンチリオンラウンジが行けなかったのはちょっと残念ですね。はい、今度はちょっとターミナルをちゃんと調べていきたいと思います。ニューヨークの JFK にもねセンチリオンラウンジあるんですけど、あれもね多分日本の就航してる航空会社ないんじゃないかな。はい、ですんで日本発着でね利用するのはできないんですよね。まあ、なんか経由便とかでね経由して日本に行く便であれば利用できると思うんですけど、空港のラウンジはねそれがあるんでちょっとあれですよね。いやせっかくアメプラを発行したんでね使いたいですよね。今のところ1回もね使えてない。今回もしかしたら使えるかもみたいな感じで思ってたんですけど、やっぱりターミナル関係でねダメでしたね。まあ、とはいえ冒頭言ったと思うんですけど今クローズしてるみたいな、多分代替になってると思うんですよね。はい、ということでもうちょっとしたら搭乗開始ですね。はい、それでは到着しました。今タイ航空の画面になっておりますけれども、154番ゲートから ANA ですね。あれボーリングタイムが12時35分に変わってますね。あちょっとディレイしてるっぽいですね。はい、戻ってもいいぐらいだな。それでは間もなく搭乗となります。着替えでもう搭乗する準備はバッチリですね。はい、今回ねグループ1ということでもうそろそろね呼ばれると思います。ではこれで待ちましょう。もうねビジネスクラス等々もねめちゃくちゃ並んでおりますね。はい、ということでもうしばらく待ちたいと思います。それでは搭乗していきましょう。Thank you very much. Thank you. Sir, can I see your face? Thank you. You're gonna do the picture. Sir, can you step up? Thank you. 搭乗するときにね、マスクを外してね、やるんですね。はい。自動化ゲートではないみたい。では、搭乗していきましょう。でもグループ1の人も6人ぐらいいたんで、ファーストクラスの方が数人いて、っていう感じですかね。いやまたファーストクラスも乗りたいですね。ハロー。OK? ハロー。ありがとうございます。はい。はい、ということで今回 18C という座席です。ということで無事登場いたしました。今回 18C という座席です。こちらですね、777の、ダッシュ300ですね。はい、今回ザルームということで、利用させていただきます。正直ねこのフライトは、ザルームになるか、普通 の, あのもう一個前のスタッフカードになるかわからないっていう話で、まあ、ザルームじゃなくてもねいいかなっていうのもちょっとあったんですよね。というのも最近ずっとザルームばっかりねビジネスクラスに乗らせていただいておりますので、スタッフカードもねもう一回レビューするのもいいかななんていうふうに思ってたんですけども、まあ、今回ねザルームでということで利用させていただきます。やはりね、はい、もうザルームはね、はい、いろんな方がレビューされておりますけども、本当にもう座った瞬間からね、あの広さがね、やばいですね。これがビジネスクラスっていうのはね、やはり何回乗っても信じられないですね。ということで、まずスリッパとヘッドホンと、はい、これグローブトロッターのポーチですね。はい、これ私も機材入れに利用させていただいてますけども、今回はピンクのやつをゲットしました。これちょっと後で開けましょう。で、あるのは枕。あ、違う。あ、今のはクッションですね。失礼しました。で、これが枕ですね。で、これが掛け布。で、あとはマットレスが。これは、西川のやつだと思います。確かね。はい。という感じですね。はい。では、反対側、大きいモニターがあります。で、ここを開けると、鏡があって、小物入れ、チケット袋。で、AC と USB Type A と HDMI まであります、ね、だからここに接続してここに画面を出すみたいな、そんなこともできるんで、
いいですね、はい、仕事とかしやすいんじゃないでしょうか、まあ、私はちょっとね使ったことないんですけども、はい、でもこの画面で仕事できるんだったら、まあ、結構良さそうですよね。でここにテーブルと、これがこう開く感じになっております。でここに小物入れで完全のしおりで、ここにあれですねリモコンがあります。でここでリクライニングが制御することができて、まあこれはまああれですね、うん、見ればわかる感じになっております。でねこのシートのね説明とかも、このシート自体もね見れるんですよね。どこだったかな、あれないかな、ちょっと後で見ときますけども、ザルームのね説明も見れると思うんですよね。はい、でこちらはね前回教えていただきましたけど、こういったね目覚めの明かりということで、搭乗時間が近づいた、あ今はねちょっとフライトが始まってないんで利用できないんですけども、時間に合わせてね明かりをつけるみたいなね、そんなこともできるんですよね。これはね前回 CA の方に教えていただきました。こういうのも結構ね利用していただくのも面白いかもしれません。でこちら横側にはですね、こちらにも USB ポートがあってイヤホンジャックがあります。でここはあるっていうことで、横になった時にね、まあ、横になりながらも充電ができるみたいな、そんな感じになっております。はい、座席をね立って上から見るとこんな感じですね。かなり広いですよね、こうやって考えても。これが一人分の座席ですからね、やばいですね。はい、でこちらにイヤホンジャックがもう一個あって、ここでここのね扉が閉めることができます。で上にもねライトももう一個ありますね。ここにもライト、読書灯が1,2,3箇所の3ということで3つありますね。でこちらにコートをかけるところがねありまして、このボタンでドアが閉めることができます。でこちらですね足元がありまして、下にね荷物入れるところで上が足を伸ばすところっていう風になります。ですんでまあ手前の座席がこちらまで伸びて、で足が伸ばせるみたいな感じになってます。一応ねここに荷物を置けそうな場所があるんですけど、ここは荷物を置かないでくださいっていう注意書きがあります。まあそんなもんですかね。ということでザルーム約半年ぶり、ニューヨークからの帰りにザルーム乗りましたんで、約半年ぶり、もうちょいですかね、はい、9ヶ月ぶりぐらいにお世話になります。今搭乗中なんで閉められないですけど、閉めれるようになったらここも全部ね仕切りができるんでいいですよね。プライベートがねかなり保たれる感じなんで、本当に CA さん以外基本的に、まあ、立って歩く人はね目に入りますけど、本当にそのぐらいですかね。ですけどもまあこの今搭乗中で離陸を待ってる間は斜め向かいに反対側の座席の、ね、方と目が合いますし、まあ、窓内の方とも目が合いますので、この搭乗中はねちょっと恥ずかしい感じですはい、そんな感じになりますかね。ということで約11時間ぐらいのフライト、はい、楽しんでいきたいなと思います。成田でね1時間ぐらいしか乗り継ぎがなくてですね、この後また乗り継ぐんですけども、やばそうですね、はい、これは搭乗ゲートダッシュになりそうですね。ということで、あとまだね搭乗したばっかりで、まだバンバン搭乗しておりますんでね、もうしばらく待ちたいと思います。それではちょっとねなんかね画面の不具合があったみたいなんで、ちょっとね今 17K という座席に移動させていただきました。まあ私はいいんですけど、なんか機内安全ビデオかなんかはね見れないとあれみたいなんで、ちょっとね今飛行機はね、あ僕乗り継ぎなんで、はい、すいません、ありがとうございます。
ではねシートベルト着用サインが消えましたので、一応毎回恒例のアメニティ紹介していきましょう。まあ、ここまで来ると入ってるものは一緒なんですけどね、はい、今回グローブトロッターの今回ピンクの大きめのポーチですね、はい、ニューヨーク路線だとね、あのちょっと分厚いケースみたいなやつ結構いただけるんですけど、あれも路線によって決まってんのかな。あれもね帰りの便だとこのバージョンだったりもするんですよね。どんどん切り替わってんのかもしれないですね、はい、白のフェイスミスト、イズフェイスミスト、あとリップクリーム、白のリップバーム、リップクリームですね、はい、続きましてアイマスク、はい、であとはヒアチップ、はい、耳栓です。あと歯ブラシ、いやこれありがたいですね、はい、あとは案内が入ってる感じで、入ってるものとしては以上ですね、はい、こんな感じになっております。結構ね明るいピンク色で可愛いですね、はい、それではですね、このスマートフォンの ANA アプリありますよね、それでこの ANA アプリとねこのモニターを連動させて、このスマートフォンで操作するみたいな、そういったことがねできますので、ちょっとねやっていきたいと思います。最初にね見ると、はい、こんな感じでね ANA アプリと連動っていうのがありますよね。ちょっと今繋いじゃったんで今解除しましたけども、この画面になります。でこのデバイスを接続をしていただくと、このパスコードが出ますね。でこのパスコードをですね、あのスマートフォンに入力していただきます。で ANA のねアプリを開いていただいて、ちょっと画面ここに出しておきますね。で右下のもっと見るで国際線マイチャンネル、これを押していただくと、で次へっていうのがねあると思いますので、これ押していただきます。トリプルセブンのこのザルームしか使えないみたいですね。そうするとペアリングコードをですね入力する画面がありますね。先ほどの7795、はい、そうするとこちらにねデバイスを接続しますかって出ますので、承認をこちらの画面で押します。そうすると接続成功ということで、これでペアリングはね完了いたします。そうするとこのスマートフォンでですね、この画面をねいじることができるようになりますので、まあ、ここで見たい映画とかをですねクリックしていただくと、再生していただくとこちらにね再生がされるっていう感じですね。で今ねトップガンマーヴェリックはねこの機材では見れますので、ちょっと再生をしてみますね。日本語と英語とか の字幕等々のね設定を切り替えて、まあ、多分最初は CM が流れると思うんですけども、こんな感じで見ることができます。これ多分スキップできないやつかな。あ、これ ANA の CM ですね。はい。という感じでスマートフォンでね操作することができますんで、まあ、これもね利用されたい方はぜひ利用してみてください。まあ、正直ねめちゃめちゃ便利でこれ最高みたいな感じかというと、まあ言ってしまうとですね、このリモコンですね、はい、これもタッチパネルで操作できますので、使うかどうかっていうのは人によるかもしれないですけども、まあ、こんな感じでね利用することができますので、ちょっと利用されてみたい方はですね、ぜひチェックしてみてください。ということで今ねおしぼりが配られまして、これからねドリンクと、月内食がね始まります。ということで楽しんでいきたいと思います。それでは、ね、機内食が始まりました。シャンパンです。で先ほどねメニューが到着しまして、このシャンパンはですねこれですね、デュバル・ルブロ・ウィルド・レゼル、フランスのシャンパンですね、はい、こちらにこちらになります。これですね、はい、日本酒は久保田から焼酎、いろいろありますね。ちょっと私は全然お酒詳しくないんでね、好きなんですけど、ロゼとかもありますね、はい、白ワイン、赤ワイン。でウイスキーはですねシーバスリーガルの12年、ジャックダニエル、あとはボンベイサファイア、パブロス、あこれはウォッカかな、はい、あとサントリーの響きとかもありますね、はい、で青っていうね、まあ、これ見たことある方多いと思いますけど、このウイスキーもあります。これはサントリーのウイスキーですね。あとビールかな、
プレモル、スーパードライ、キリンシマシュコリ、クロラベル、めちゃめちゃ種類ありますね。はい、そんな感じですかね。あとブランデーとかね、ポートワインとかもあります。で、機内食なんですけども、前回フライングコーンに乗った時の和食とね結構似てましたので、ちょっと和食食べたかったんですけども、洋食にさせていただきました。一回ね、同じのでもねちょっと見ててつまんないかなと思いましたので、はい、洋食をチョイスさせていただきました。で、今ねアミューズが到着しまして、こちらは、くるみのキャラメリーゼとアーモンド、あと3種のキノコのマニュですね、到着しました。で、非常に美味しそうですね。ということで、いただきましょう。いただきます。はい、こんな感じになっております。これがマリネで、これがクルミですね。ちょっとピントが甘くてすいません。3種のキノコのマリネ、うん、めちゃめちゃニンニクが効いてて、これ美味しいですね、うん、美味しい。で、こっちはクルミとアーモンドですね。味がついてるんですかね、結構甘いです。美味しいですね。それではね、メインが参りました。牛フィレステーキポートワインソースということで、ちょっとね画像をこれに出しておきますけども、このソースをねかけていただくみたいな感じです。ではいただきましょう。あ、ごめんなさい、これはメインじゃないですね。アペタイザー、鴨のロースとブリーガーのサラダドレッシングですね。はい、いただきます。すごいですね、グレープフルーツ。これ何なの、玉ねぎ、何か分かんない。芽キャベツかもしれないですね。あとカリフラワーですかね。こちらも亀風味で非常に美味しいですね。あとパンですね。こちら特にあったかいのはそういうのはなそうですね。トマトベースになります。こんなところでしょうかね。はい、あとはゆっくりいただきたいと思います。まだね、メインディッシュとデザートがね、あります。それはですね、メインの牛フィレ肉のステーキ、ポートワインソースが来ました。はい、ちょっと画像出しておきますけども。はい、来ております。ということで、いただきたいと思います。いや、めちゃくちゃ美味しそう。あ、お肉柔らかいですね。ということで、いただきます。めちゃくちゃ美味しいですね。いや、久しぶりにちょっと ANA の牛フィレ肉のお肉いただきましたけど、本当にめちゃくちゃ美味しいですね。あと、こちら、人参ですかね。こちらも美味しいです。あと、付け合わせで、マッシュポテトがね一緒にいただきます。じゃあもう間違いないですね。美味しい。このね、牛フィレ肉のステーキね、 ANA のねビジネスクラスを、ね、初めて乗った時から思ってますけど、本当にめちゃくちゃ柔らかくて美味しいです。いや、これとビジネスクラスっていう感じでいいですね。はい、非常に美味しいです。それではあとね、デザートがね、来ると思いますので、そちらもね楽しんでいきたいと思います。いや、めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいですね。それではデザートが届きました。フルーツとチーズとデザあのアイスということで、今回ねハーゲンダッツのアイスにいたしました。大きいサイズがいただけるんですね。これはありがたい。ということで、いただきましょう。やっぱりエコノミークラスと分けてるんですかね。エコノミーは確か結構少ないねハーゲンダッツなんですけど、ビジネスクラスはその倍ぐらいあるような感じのアイスになってますね。ということで、機内食はねこれで終了で、多分この後ねお休みタイムになると思います。ちょっと仕事しつつですね、座席もねフルフラットにねしていきたいと思います。それではお手洗いに来ました。こちらにねボディシートとマウスウォッシュ、あと歯ブラシですね。非常に綺麗ですね。で、こちらティッシュがあってハンドソープという感じですね。ちゃんとおむつ替えのシートもねついております。で、お手洗いがある感じです。で、反対側にはですね全身の鏡があって、
はい、こちらにですね着替え用の台もね出せるようになっております。ということで歯磨きしてね、休みたいと思います。それではベッドポジションにいたしました。今ね私は座っている状態で、座席を倒してですねこんな感じになります。いやいいですね。よいしょ、では横になってみましょう。じゃあ横になるとねこんな感じですね。いやいいですね。これが機内とは思えないですね。で私がこうやって横になっててもここに今ティッシュ置いてあるんですけどこれだけのねスペースがありますんでザルームすごいですよね。今ねちょうど私が177、8、9ぐらい身長ありますんで、まあ、それで今頭ついてて足が軽くついてるぐらいですかね。まあこれ以上背高い方でも、まあ、こっちからね斜めに横になれば、まあ、特にね窮屈を感じることはないと思います。でやはりねザルームといえばこの、ね、ドアが閉められる点ですよね。まずここにボタンがありますね。これを押すと閉まんない。なんでだ。それではですねちょっと今ねしばらくやってみたんですけどこの座席ちょっとね不具合が起きてるのかもしれないですね。本当はねこれを押したらこうビーって閉まるんですけどなんか閉まんないですね。はい、ちょっと今 CA さんにね聞いてみますけども多分これ調子悪いんじゃないですかね。こっち側はですねよいしょ、あ、こんな感じで閉めることができます。で、まあ、こっちはちょっと反応しないんでね機械が鳴ってる音はするんですけど動かないみたいな感じなんでもしかしたら調子悪いのかもしれないですね。まあ、これでね、正常に動けばかなりねプライベート感高まりますよね。これがねやはりザルームのすごいところですよね。はい、ということでしばらくね休みたいと思います。それではですね先ほどのシートの説明なんですけどもこのヘルプを押していただくとシートのね説明が見られましてこれかな、こんな感じで映像としてねこのザルームのね設備が見られますんでこれ一度ね目を通しておくと、まあ、結構ね利用しやすいと思いますのでぜひ見てみてください。ではね本日のビジネスクラスは半分ぐらいですかね埋まってる感じですね。トイレまだ半分なんでそこまでね搭乗率は高くないですね。私のお隣さんとかも空席っていた形になっております。はい、ということでこんな感じになっております。一度見ておくとね利用しやすいと思います。これとか何なんだ。これはトリプルセブンのこのザルームが導入されている機材の紹介ですね。エコノミークラスでもかなりモニターが大きそうですね。こちらがプレミアムエコノミーですね。バーカウンターみたいなのも設置されるって言われてましたけど今見に行きましたけどやはりコロナの対応でね、はい、そういうサービスはなくなってるっぽいですね。これがザ・スイートですね。いやまた乗りたいですね。個室っていう意味
ではそこまで変わらないですけど、やはりファーストクラスのはね広いですね。はい、という感じで終わりです。はい、ということで CA さんにね今やっていただきまして、ドアが閉めることができました。こんな感じになります。いやいいですね。はい、ここのボタンを押すとね閉めることができて、開けるときは手でギュッと開ける感じですね。いやいいですね。この個室感やっぱりザルームの特徴ですね。ということで休みましょう。ということで恒例のラーメンタイムといきたいと思います。一風堂のね味噌ラーメンが、この機材で提供されておりますのでいただきたいと思います。これがね美味しいんです。はい、毎回頼んでしまいますね。ということでいただきましょう。ではいただきます。入れたり最初から入れたりしてちょっとね体に悪い感じにして、ね、いただくのもねいいんじゃないかなと思います。ということでいただきます。このねラーメンは結構いろんな路線に、ね、導入されておりますので、ぜひ頼んでみてください。ということであれからねちょっと寝ようとしたんだけどあんまり寝つきはね良くなかったので、はい、まあ、ちょっとね昼間かなり寝て、あの昨日夜かなり寝てますんでね、ということなんでしばらくね仕事しつつ、研修ね終わらせていきたいなと思います。それでは、フライトまでねあと1時間半のところで朝食がね到着しました。今回ね和食にいたしました。ではいただきましょう。それを一緒に、ね、おしぼりもいただけまして緑茶を一緒にいただいております。いやもうそろそろこのザルームのフライトも終わってしまいますね。めちゃめちゃ快適ですね。結局何度か寝ようかなと思って横になったりしたんですけど結局寝れずに今に至っております。でこちらはですね銀ヒラスの冷暗焼きっていうものですね。いただきます。わかめのお寿司。あーうまい。刺身のお味噌汁最高ですね。でこちらがほうれん草と、きのこのお刺身、少しイクラが乗ってます。いただきます。いや美味しいですね。あとお漬物が一緒に出ます。はい、こんなところでしょうか。刺身の、ね、和食非常に美味しいです。あとはねゆっくりたいんで着陸ねしたいと思います。いや何分ぐらい乗り継ぎがあるのかちょっと不安ですね。はい、ということでもうしばらく待ちたいと思います。ということで成田空港に、ね、到着いたします。いや非常に快適なフライトでしたね。私はねずっと仕事してたんですけども非常にねあの仕事もねしやすいのでいいですね。はい、ということでもう間もなく来たら成田空港に、ね、到着いたします。
多分ね、乗り継ぎの人を先に出されるのではないかと思っております。この飛行機ね、ディレイしてますんでね。ということで、もうしばらく飛行機止まるのを待ちたいと思います。ということで、無事ね、成田空港に到着いたしました。なんとですね、30分ぐらいディレイしたのに、着いたのはね、14時ということで、かなり、ね、早く到着いたしました。ということなんで、ディレイもね、全然影響なく、もしかしてラウンジで40分ぐらい入れるかもしれないんで、いや、ありがたいですね。ということで、動画はですね、ここで一旦ね、動画を切らせていただきまして、次ね、またこの成田空港からクアラルンプールの路線、フライトレビューになるかななんていうふうに思いますけども、そちらね、楽しみにしておいてください。やはりね、この ANA のダイヤモンドから型限定にはなりますけども、アップグレードね、2倍使って価格重視運賃からのビジネスクラスのアップグレードもいいですね。はい、多分この路線もね、冒頭にも言ったと思いますけども、50万以上すると思いますんで、非常に良かったですね。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。